お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日ですね、こちら皆さん大好き子役はデッキね、やっていきたいなと思います。で、なんとこの子役はね、来シーズンも多分強いです。はい、まあエリババがね、ややサーチ範囲がね広くなるっていうので、防衛されやすくなるっていうのかな、相手のユニットにまあ釣られやすくなるっていう、まあなんとも言えない修正がね、もう決まったんですけど、このねバランス調整見てもらえれば皆さんわかると思うんですが、まあエリババもそんな変わんないですね、まあ、ややぐらいで、結構大きいなと思うのがこのファイスピの調整が入ったんですよ。1コースになるよと。で、3体からユニット1体になるけど、その1体は火力も高いし、めちゃくちゃ飛ぶし、範囲も広いよというような、まあ、調整がね、入りました。なので、オーブンもね、ついでで、変わりますね。ファイスピが、毎回ね、2体ずつ出てたのが、まあ、1体ずつになるんで、まあ、そう言われると、あれ？じゃあ、オーブン弱くね？って、まあ、思う人もいるかもしれないんですけど、なんか弱くはない、わかんないですね。はい、まあそれはもうほんとね、次、環境がね、変わってくれなきゃまあわかんないんですけども、多分ですね、ファイスピー結構強いです。てかまあ1コスなので絶対使われるようになるんですけど、その、オーブンはまあじゃあどうなのって感じではありますが、多分強いです。勝手な偏見ですけど、で、そのファイスピーが結構やばい、話をすると、範囲がめちゃくちゃ増えるんですよ。範囲が、約 47% 増えるって書いてたっけ？なので、その、ツイッターとかでね、知ってる方は知ってると思うんですけど、なんと、ゴブリンバレルですね。枯渇デッキに入ってくるゴブリンバレル。こう、このね、タワーの周りに三角形にね、トゥントゥントゥンってこう囲まれるじゃないですか。あれ、ファイスピ、1コスのファイスピで完封できちゃいます。っていうね、やばい話もあるので、枯渇の人はね、これからもうウッドプラスファイスピデッキとか、なんならザップでもファイスピね、1コス入れられるだけで、もうゴブリンバレル完封されるっていう、まぁ、ちょっとね、あれ枯渇辛くねっていう環境が来ようとはしてます。っていうね、ファイスピ、いや強くねっていう、1コスでね、ゴブリンバレル完封できるので、っていうのはちょっと皆さん覚えておいてもらいたいよねっていうね、お話です。まあそういうこともあるんで、まああとはまだわかんないんですけど、ラバパピーですね。にも、もしかしたら、僕の予想ですよ。範囲がやっぱ広くなる分、ラバパピーも1体飛べば、パピーって多分6体生まれるんですかね。あれ全部やっつけれるんじゃねって思ってます。っていうぐらい、ちょっとね、可能性を感じてます。まあオーブン、から出るのが毎回1体、まあ、そんな変わんねえかぶっちゃけ、まあ、でもオーブン最近すごい使われてないんですけど、ロイジャイデッキだったりなんかね、昔はこうスケラとかバルーンとかほんといろんなデッキにね使われるぐらい優秀だったんですよ。やっぱ先置きできて相手にプレッシャー与えられて、しかも4コストで置けるっていうので結構強いカードだと思うんですけど、最近はもう本当にゴボリとか、あとはテスラとか、まあちょっと前だとボムタワーとかがね入りまくってて、マジで使われなかったんですけど、多分増えると思いますね。はい。今の施設の枠がちょっと変わる気がしてます。1体しか出ない。別に、今まで2体だったのが1体になったからって、大きなダメージじゃないと思うんですよね、正直。なんか変わる？何も変わんないっすよね。あとは、サーチ範囲ですね。これはもう広くなったので、結構遠い相手。サーチ範囲じゃねえか。飛行距離か。ファイスピが飛ぶ距離がちょっと大きくなったっていうので、ちょっ と遠めの相手にも、まあ、自ら進んで、ジャンプしに行ってくれるのかな、まあ、そんな感じの修正がね、あるんで、ね、ちょっと楽しみですね。本当に来シーズンも僕は小屋建ててね、家建てまくって買ってきてえなっていう思いがすげえあるんでね。まあ、もしかしたら、まあ、マザネクもほぼ別に加工されないから、ここはあんまいじる必要ないんですけども、エリババ次第ではあるんですけど、エリババがまあそんな活躍できなかったら、もうメガナイトにしちゃったりとか、別にそんなんでいいと思うんですよね。まあ間違いなく使えないことはないですね。よし。というわけで来シーズンもね、皆さん、こや使っていきましょう、こや。立てるだけなんで、ね、ほんで立てとけばいいんですよ。こやで負ける理由はね、自分から攻めるからダメなんですよ。もう攻めるときはもう最後の最後だけですね。もうほんと家建てとくぐばーんかやってますっていうね。まあそんなわけで、で、僕今 LSP でやってるんですけど、LSP の子はスケでもいいです。もうそこはほんと好みですね。任せます。まあスケだと今はエリババとかが多いので、まあスケの方がいいかもしれない。LSP はね、
まあスケラウケだったり大型だったり、まあとりあえずこういうね工場バーバリアンとかさっきみたいなスパーキーとかにはすごい LSP がね優秀っていうのはあります。まあそこ本当だから任せます。僕はあの日によって違います。たまたまこれコピーしたのが LSP だったから LSP なだけです。僕はよし。さあそして今回ペッカ工場ですね。でペッカ工場とかねこれ的にはすごいスケの方がね有能受けとかいろいろ刺さると思うんで、まあ、スケの方が良かったかなっていう思いはあります。さああれな受けがねゴーストの受けがちょっと厄介ですよね。僕はオーブン残したいんでねエリバも使っちゃいます。そしたら多分相手はペッカとかだと思うんですよ。はい。でこのペッカはホバとか、まあ、他のユニットでね溶かしていければいいかなと。でこれもね1体になるんでねファイスピが範囲ひれえからな余裕で後ろに貫通しそうだな。これ1体がピョンって飛べばもうそれだけでいい。よし。いやこのペッカ浮きがやばい。ペッカ浮きがやばいがギリギリでねギリギリで耐えれそう。ナイスナイス。で小屋貯めたいですね。なんかこんな感じでペッカ出されるだけ LSP だとペッカとかユーノとかもうそういうの出されるだけでやっぱ苦しくなっちゃうので、さあここは2体ですね。いや来シーズンマジで楽しみだな。もう3ヶ月ぶりっていうのがねやっぱワクワクしちゃいますよね。新環境前まで毎月やったらもうああ来シーズンはどんな感じだろうかなって感じですけど、やっぱ3ヶ月に1回となるとねもうテンション爆上げっすね。文化祭とか体育祭感覚っすね。1ヶ月、うん、3ヶ月に1回とかもうなんかもう行事年間行事的な感じでちょっと楽しみになります。さあ工場ババあれも5地帯ね。タワーもしっかり巻き込んでまあペッカかな。これだんだんとね僕のこの小屋が溜まっていきます。相手はやっぱホバリングとかあのなんだろうねこういうマザネクとかにやっぱファイボとかはね打ちたくなってきて打っていくとだんだんとねこの小屋があれなんか相手タワー増えてねっていうね、うん、だん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 マジでこの流れがね僕に来ます。こういうね高め高めに出してあげてあんまりね相手にこういいファイボタワーとユニットでねファイボで巻き込ませないように。もうほら相手からしたらもうおい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 ねんっていうね。よしよしよし。さあ5打ちたよ。で俺も小屋置きたいの。あ5打っちゃったっすね。5打った瞬間もうプラス家にかける2。ああもうこれやばいですよ。もう相手からしたらもうしんどいしんどいしんどい。で5使ったのよね君。ああこのホバリングはもう最強で、あれ打っとでもよかったな。絶対5いらんかったけどまあいいや。そういう日もありますね。みたいな感じで、この僕のホバリングがやられる手段はホバリングとまあマジアチャとエレキしかないんですよ。で相手が5使ってたらマジアチャとエレキしかいないので、もうそこだけね徹底して、潰すようにすればもう地獄の始まりですね。相手もねちょっと流れ変えようかなと思ってペッカとか使ってますけどファイスピが入ってんだよな。なんならこの声だけで、あれも溶けるんじゃない。で溶けなくてもエレスピでとか思ったんですけど、いやあ、そんなうまくはいかないと。で、ちょっとだけ怖いですよね。これ5打っちゃうか。さすがに。なんか負け筋唯一の負け筋な気がしましたね。さあ、で、ホバリング。こう槍も竹取ってくれる。で、僕はね、しっかり家建てとけばマジで負けないです。家建てることだけは絶対ですね。もう絶対ルール。おかんが家建てろ言うとったねんっていうね、思い出してください。で、あのマジアチャ嫌なんで、竹取ってたらマジアチャにザップ垂れるのかな？いいエレキの延命ですね。さあ、5打ってあげて。で、小屋はマジ絶対ですね。さすがに、マジアチャでぶち抜かれるぐらいかな。それ以外で僕が負けるのは、ほぼないと思うんですけども、あれもエリババ出しちゃえばね、全部守れます。さあ、で、僕はこれですね。このマジアチャだけ、僕が負けるパターンに入ってくるので、よいしょ。ここだけね確実に潰してあげれば陸行きも結構ありますからね。よいしょー、こんにちは。さあウッドでね溶かして、なんならもうこういう時にエリババ行っちゃってね、逆サイドもすごい落ちそう。相手はもうね精神的にもう麻痺してますから、ファイブも当たらなくなってくるよという小屋ですね。来シーズンも強いですよ。しかも来シーズンなんとアイスウィザード5でワンパンです。5ランパン来シーズンなのかな、来シーズンから調整が入ると思うんですけど、来シーズンのいつかは分かんないです。終わりなのか始めなのか。
そこはちょっと分かんないんですけど、まあとりあえず5はね、間違いなく来シーズンも強いです。これ1個高くなっちゃった、ごめんなさい。これ絶対もう1個引き差の方がいいです。で、1個内側にしてるのはバルーンを釣るためですね。はい。で、まあなんか来たらそれに合わせてユニットとかいろいろ出してあげたいね。これいらなかったかな、ぶっちゃけ。さあ、まあこれはディガー処理しようかな。いや、ウッド打つか悩むな。ウッド打った方が良かった気がするんですけど、早めにディガー処理できるんでね。ちょっと逆サイバルーンとかも意識してね。さあ、ババです。これ、もうオーブンバカ強いっすよ。バカ強いっす。これだけでババ処理できて、なんならね、いいインドラですね。全部豚にできるかなとも思ったんですけども。さあ、LSP が対ラバ戦はちょっとだけ生きてきそうですね。いや、強えな。いいっすね。いや、マジでファイスピでラバパピーやれたらやばいっすけどね。1コスでぶっちゃけ穴あめみたいなもんすよ、だって。まあ、それはちょっとね、楽しみだな。さあ、ラバ。で、やっぱ、分かってますね、アイテム。こう、小屋の逆サイドにね、こう、ラバを合わせます。ラバを使う場合はね。そうすると、なんだろうね、小屋分全無視でもうラバル組んで落としちゃえばいいみたいな。なんかそんな感じ？なんか守んないんですね。小屋を守らず1本取っちゃうのがラバルの技ですね。さあ、で、僕はまあコストがないので、もうこれで限界です。限界でザップが来るのか？ちょっとわかんないですけど。まあまあ出してあげて。豚にしてあげて。あ、まあまあ。え？待って、俺 LSP 出せばよかったな。多分みんな思ったよね、今。LSP なんでラット出さんの？え、LSP は？ LSP は？え、一発入ったじゃん、バカじゃん。まあ、僕が一番わかってるですよ。出せばよかった。ね。いや、マジで。なんか、出す？出さない？いや、出さんでいいか？みたいな。なんかそういうので出さずに終わって、ああ出せばよかったっていうね。謎の後悔バカなんですよね。よし、まあこれ早めにも溶かしちゃってね。よし、で、まあファイボ持ちたいけど全部豚にねしたい。全部豚にしたい。全部豚にしたいから我慢。いやー、いい我慢、いい我慢なのか。我慢にしなくてよかったか、ファイボ。いやー、いい受け。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、いい雪されてる。これ一回耐えます。相手ヤザップなので、マジで僕は攻めなければ守れます。マジでガイモガイモガイモ全ガイモっすね。ディガー削りとかちょっと嫌っすけどね。わ、ケツラバー、そこのケツラバーちょっとうめえな。これさ、ババ咲いたからさ、逆サイリババきつくねっていう。いや、マジでこれで俺にが、おっと終わって、やばい、 D が来る。お、エリババー、オッケーオッケー。いや、いい流れがね、流れが。いや、これラバーはね、今負けそうになってますけど、多分相性いいんですよね。ちなみにこれは結構許容できそうっちゃできそう。オーブンで釣ってあげて、豚も作りつつね、豚も作りつつ、エリババー行きたいな。ババいねえタイミングがね、一番理想ですからね、僕は。よいしょ、端前いいんだとか、来ない、来るぞ、いろいろ来るぞ。インド使ったらもうここにね、あ、見せたい、見せたいだけ、見せたいだけの俺。いやー最近なんかね、こういうことするのにハマってるんですよね。で、こういうことすると負けるっていうのがねすごいあるんですけど、あー、決まれば何でもいい、結果良ければ全てよしっていうやつですよね。途中だな、ちょっとグダってましたけどね。まあまあ勝てばいいですから。まあ、これがやっぱラバー、対ラバーは LSP が優秀。まあ、スケの方、スケだったらね、ディガー拾ったりとか、まあ、ターゲット取ったりとか、まあ、そういった部分で優秀なんで、まあ、総合的に見たらスケの方がいいかもしれない。うん、俺ら全てのデッキに勝ち点だって人は多分スケの方がいいかもですね。ですが、使いやすいのはもしかしたら LSP かもしれません。ゴボウリ、スケラカ、エレジャイ2択ですね。ごめんなさい、ウィザードデッキした。ウィザード、いや、マジウィザード、何ウィザード、マジいないですからね。いや、いい槍でさよなら。 LSP で寄せてあげて、小屋に頑張ってもらって、いや、来シーズンも小屋小屋使えるの僕からしたら最高ですからね。楽しいからな、小屋立てとけばいいんでね。よし、さあ、ウッドでね、オーブンを延命しつつ戦っていきます。ダークプリウィザード、マザネクか、インドラ、まあなんか
ヨンクスのね、強いカードをめっちゃ詰め込んだみたいなデッキしてますね。まあ、可能性だったらゴレロイ、ジャイ、ゴレロイ、ジャイ、スキュラとか、もうゼロではないけど、まあゴレなんじゃないっていう気はします。ダクプリとイザードいるんで、リボはちょっと投げたくないですけど、なんかいい感じのタイミングがあれば投げていきたいですね。で、なんか自分から攻めるのもアド取られるとかでね、怖いので、もう本当に小屋置いて、こういうウィザードとかに5打っとけば、これだけでね、相手小屋に対応しないといけない。で、小屋に対応してきたのを、できるだけ早めに倒してあげれば、また相手はね、この小屋と、なんなら小屋プラスのホバとか、小屋プラスの、マザネクとかをね、相手対応しないといけないっていうね。ここのね、延命もちょっとだけ大事。で、また小屋置いとけばいいんですよ。そしたら相手からしたら、あ、マジか、何やこれ、クラローこれっていうね、あの、メンヘラにさせるデッキっすね、相手を。いやー、マジで。やばいやばい、本当にやばい。さあ、もう一生起きます。一生、小屋2枚、LSP ウッドもう1枚。まあ、今回だと特にファイボがね、生きてるんですけど、本当これの5枚だけでね、一生戦えます。てか、本当に僕、この5枚ぐらいしか多分出してないですよね。小屋。まあ、ホバー、マザネク出したか、エリババまだ出してねえか。よしよしよし。はい、もうできるだけね、低いコストで回してあげると、相手からしてもね、きついですし、僕自身も回しやすいですね。エリババとかをやっぱ出せば出す分だけ、ダメージを与えれる時もあるんですけど、逆にカウンターを受けるリスクもあるんですよね。よいしょ。さあ、まあ、5打っとくか。しゃーなしね。シャナシで5打って、ウィザードさよならしてあげて、小屋でね。まあ、レジャイヒ、小屋に、てか施設に弱いんですよ、レジャイって。だからまあ、小屋2個あるんで、まあ、正直余裕ですし、リババもいるんで、まあ、曲げないよねっていう。まあ、ちょっとウィザードとかね、ダクプリとかが厄介かなっていう感じ。さあ、5も使いたいが、ウィザードにやっぱ5を使いたいよねっていう。声を置きます。いや、これ何個いけんだろう。これこの間ぐらいにね、埋めてあげたいんですけどね。別ゲーしてる、建築ゲーになってる。よしよし、一生削って、やばいっすよねこれ。本当にガチの死体蹴りというか、まあ入りは出せばもう終わるんですけど、多分なので出します。なんで出さねえんだよって言われそうだな。ちょっと確実にね、勝つためって、まあ、言っとけば。よしよしよし。いやー、いいっすね。これね、来シーズン大楽しみだな。ファイスピー、結構強いと思うんですよね。なんならぶっ壊れじゃないっていう。一コスだって強いじゃないですか。だってヒースピも、LSP も、その、出てすぐから、まあそこそこ使われてる。LSP も出てすぐヒースピがぶっ壊れだったから、まあそんな使われてなかったですけど、使われてて、ISP もまあ使われる。スケも今も使われて。一コスは今全部使われてるんですよ。で、そこに、新たにね、ファイスピが今回加わる。いやー、えぐいっすよ。イチコス弱いカード存在しないっすもん。もうすべてがちゃんと使われてる。なんなら、LSP もヒースピも強すぎる。うん、スケも強すぎる。アイスピもまあ、強えっすよね。まあ、他には劣るものの、なんか上手い人らはみんなアイスピ使うぐらい。うん、公開でできるのはもう必須アイテムみたいな感じでね。ちょっとやっぱ強すぎるっすね。便利すぎる。うん、アイスピがね、多分その辺と並びますね。めっちゃ楽しみ。よし、この試合も家を建てるだけで勝ちたいと思います。エリババメガナイトでもいいっすね。なんかもうさっきの試合エリババほぼ出してない、エレジャイに1回出したぐらいですけど、あれぐらいなら、まあ、エリババである必要はないですけど、まあ、来シーズン次第ですね。来シーズンこれもファイブルワンパンです。アイスイズさよなら。まあ3コスなんでね、アイスイズ、まあ、そう考えたら結構強かったっすよね。まあ、来シーズン減るかって言われるとちょっとわかんないですけど、やっぱ今の環境、結構ファイボがね、流行ってる。ファイボが流行ってる中で、ファイボでワンパンできるようにさせるってなると、まあそこそこは強そう。あ、ザップだったからペッカバルーンかもしれないですね。逆サイ？うん。ランバルですね。ペッカバルーン、ベビドラ。これちょっと早めに対空出しときたいですね。最悪フリーズ来てもカウンターで終わりそう。さあ、小屋小屋 VS バルーンですね。で、バルーンね、結構多分、完封ですね。完璧に相手のバルーンを抑えようと思ったら意外とむずいかもしれないんですよ、この小屋デッキって。その、なんか結構バルーンをね、足止めするカードというか、まあ小屋はあるものの、小屋に行かなかった時に、もうバルーンが一発入ってしまう。
ことはあるんですけど、もうそれはね全然気にしないでください。一発入るぐらいね、あの入れてやってください。一発入ったところで僕のカウンターがやばいです。本当にマザネクとかホバとかをでしっかり守れば、一発受けてもそのカウンターがね相手は止まんなくなると思うので、まあそれをちょっと意識してね、あの戦ってもらいたいですね。なんでもうユニットが残るように、残るように、残るように、残るように戦います。もう無駄死にさせないように、ね、よし。さあで逆サイも警戒してこの辺にホバ置いとった方がいいかもしれないですね。外に出しとくと逆サイランバル来た時に、ここで今逆サイ来たもオーブンで釣っちまえば逆サイランバルも守れるんでね、っていうので、まあ、外に出すか真ん中に出すとかも結構大事ね。さあこのベビドラはね、僕からしたらちょっと嫌だよねっていう。まあでも小屋置いとけばいいですからね、僕は。で、最悪小屋2個で相手のバルーンも釣っちゃえばね。で、相手は、この、アイスイズにファイブとか僕打った瞬間ちょっと狙いたいのかなとか思いながらね。もうそれまでは僕は祈ります、祈ります。もう攻めなければ負けないですから、多分。さあ相手は暇なザップですね。もう暇だよっていうのがちょっと見えてますね。で、できるだけ対空回しながらね。ここちょっとね、ベビドラ、あんま、いいようにしてほしくないですよね。で、オーブンで釣ってあげて、さあ、ここですね。これで、一発受けます。いや、二発受けるな。やばい、待って。二発はちょっと。汗、めっちゃ汗、めっちゃ汗。やばい、二発?ちょっと待って。一発の手で戦ってたんですよね。いや、でも、これはそこそこにいい。やばい、二発やばい。二発やばくて。ごめん、ベビとかか?ベビ、こんにちは。オッケー、豚がいい感じに頑張れ。これ、相手ランバーで受けてくる。ランバーで受けてくるから、エリボー追加で、あ、これ、来ました。で、豚もいる。で、ホバ追加ですね。で、ランバーか。フリーズからの4コスランバー、こんにちは。4コスじゃない。いや、いい。いいが、ホバが入る。オッケー、オッケー、オッケー、ナイス、ナイス、ナイス、走れ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 。オッケー、オッケー、オッケー。よしよしよし。さすがに来たろ。危ね、危ね、危ないですね。っていうね、あの、僕が言ったのかってのはこれです。あの、バルーン受けてもいいので、受けてもいいので、相手はもうフリーズまでね、とか、ザップとか、あの、やっぱコスト使わないとバルーン基本入らないので、もうね、もう我慢してカウンターぶっぱですね。あれ、バルーン2発入るのは正直予想外ですね。あれ、1発だったらもうもっとね、気楽だったんですけど、2発入るなら、もしかしたら守ってもよかったかもしれないんですけど、基本的にはね、もう守らずに、ってか守、ラズもそうですね。もうユニット残ってたらもうカウンターにね、全勢力を注ぐというふうなのを意識してもらえればね、もうカウンターが止まらない小屋ですね。はい、ぜひこの小屋ね、もう来シーズンも、そして今シーズンもね、全然使えると思いますので、スケ型でもね、はい、ぜひ皆さん使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。